はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。では次のところへ向かう前にちょっとパーティー編成を変えました。ゴッドガンダム、ウルトラマンレオ、仮面ライダーブラック RX と仮面ライダーウィザード、この編成でいきたいと思います。ではゲートラボですね。ようやく新しいキューブへ、行くことになります。マウンテンキューブ、でここに壁があったんですよね。調べる、ここだな。見えない壁っていうのは、目の前には透明な壁が行く手を阻んでいた。ゴッドガンダムは液体窒素ビームを照射した。シュパー、ピシピシパリーン、よし、やったぞ。見えない壁が消滅し、先へ進めるようになった。お、通れるようになったのか。ビーストじゃないか。ああ、たった今な。よし、今度はこのキューブでファントム探しだ。じゃあな。おい、待て、なんなんだあいつ。まあいいか、こっちの仲間は、こっちは仲間の捜索だ。仲間の捜索、ここは完全にもう荒野っすね。通れないんだ。おっとっと、ちょっとマップが変わると進める道がよくわかんない。うわー、敵が全然違う。レッドキング、ゴルザ、とりあえず通常攻撃でいいかな。結構食らう。なんか始まった。お、ジム2、助けてくれ。アナハイム高専の学生か。大丈夫か。何があった。ネバーって連中に連れてこられた。ネバー、それでこの先の広場で発掘作業をやらされて、怪獣が現れて襲われた。みんな地面に引きずり込まれた。どんな怪獣だ。角が生えてて触手が2本。わかった、もう喋るな。な、仲間を助け。おお、ジム2、目を開けてくれ。しっかりしろ、ジム2。学生さんなのに死んじゃったよ。しかしジム2は二度と目を開けることはなかった。わかった、ジム2、お前の仲間俺が必ず助けてやる。ネバーって言ったな、聞き慣れない名前だが。そうだ、拠点の誰かに聞いてみるか。ゴッドガンダムは拠点に連絡し、ネバーについて聞いた。ネバーか、確か以前の戦いの時、これは何、ウィングに聞いたことがある。詳しくはわからないが。ウィングじゃなくてダブル。どっちやねん。ダブルの世界から取り込まれた連中だろう。だとすればドーパントである可能性が高い。ドーパントって確か、ドーパントというのは、ダブルと敵対する怪人たちだ。怪人だからあれだ、ウルトラマン系か。ああ、そうだったな。ジム2救出。いや、さっきのジム2救出できなかったけど、ここからは通れないようだ。お、こいつはミノタウルスじゃないか。なんてこった、一般兵として出てきてる。マシンキャノン、そうか、ミノタウルスは雑魚敵だったのか。あ、マジか。ちょっと待って、ちょっと待って、全然倒せない。技を使わないとダメなの。これ斬撃系。お、100も持ってる。バイソンヤミー。そうか、今まで中ボスだったやつが雑魚敵として出てくるようになりましたね。宝箱ゲット、復活キット。こっちから行けるか。
消える。おっと、またいろんなやつが出てきたな。とりあえずマシンキャノン、メテオ、なんちゃらなんちゃらスラッシュ、あとは攻撃で大丈夫か。よーし、ウィザードレベルアップ。ちょっと早くてみんなよくわかんないな、何が効いて何が効かないのか。ここは意味ないか。マシンキャノン、うん、こいつはもう普通の攻撃しかないな。これも銃使うからな、どうなんだろうな。こういう4とかで済ませたい。これは効く。しかも火属性に弱い。違う、残属性に弱いのかいまいちわかんねえな。マシンキャノン、通常攻撃を防いでくるやつはちょっと厄介っすからね。ここ多分通じるんじゃねえのか。あれ通じない何にもない。こちらは通常の攻撃でいいし、おお調べる、おいけた岩をどかしたのか。よしこれで、おなんかいる、危ねえ危ねえ、ちょっと慎重に進んでいかないとな、勝手にイベントが始まっちゃうから。そろそろヒールもきつくなってきたな。あの怪獣、角と2本の触手、てか角と2本の触手ってさいっぱいいそうなんだけど、誰かと戦っているのか。これ誰、ゴーマ・ゾディアーズ、まさかガギが出現するとは。ガギ、ヒギャー、うわー、ゾディアーズ、その怪獣はガギっていうのか。何ヒーローども、ここは一旦引く、待て、ヒギャー、ガギ、ジム2の仲間はどこだ、ヒギャー、言葉は通じないか、行くぞ、行くか。ガキが襲ってきた。とりあえず爆熱ゴッドスラッシュが効くかどうか。で、あとはレオチョップ。で、アーレックスパンチ。ウォータースラッシュストライク。おー、ウィーク、弱点ですね。よしよしよし、これはあんまり食らわなかったかな。お前と遊んでいる暇はない。はぁ、アレックスパンチ、普通のパンチだなマシンキャノンでいくか。でアタックして、まだ攻撃いけるな。くらえ、攻撃力が弱いな。よし、このまま押し切れるぞ。このままガンガン攻める。おー、いいね。あいたたたた、ちょっとやばい。アイテム、ライフキット、こいつはちょっと攻撃をしたいからな、ウィザードは。やばい、
おお、2回攻撃してくる。んー、こいつはまだあれだな、カラータイマーが赤だしな、回復させないとまずいか。あ、ビーストになっちゃった。自分を回復だな。2回攻撃か。最初の時はそうでもなかったけど、2回攻撃になると厄介だな。ヒール、おお、危ねえ。 OK、 まあ、そんなに強くはなかったですね、まあ、経験値も40、そんなもんか。確かジム2は広場で発掘作業をさせられていたと聞いたな。言っていたなか。ただちょっと一回戻ろう。回復だけさせよう。ビターンと、ほい。でちょっと再び行きます。ここが空いたからさっきのところにはすぐ行けますね。うん、もう着いた。早い。マシンキャノン。うわ、しまった、間違えた。まあいいや。マシンキャノンやってアタック、アタック、フレームシューティング。ちょっと攻撃だけのゴリ押しだと通用しない相手がやっぱり出てきてますね。アイテムをゲット。割れたルビー。こいつらは大丈夫か。ゴリ押し、攻撃力が高いな。いけない。お、レッドキング手に入れた。赤がウルトラマン系か、色の識別としては。わあ、またなんか始まりそう。危ねえ危ねえ。なんか広いとこに出てきた。こうやって、こうやって、こうやって、これで OK。 であとはゴリ押し。これなんか始まりそうじゃないですか。わかんないけど、回復させよう。ほいほいほいと始まったよ。掘り返されたような跡。ここが発掘現場か。ゴッドガンダムは地面を調べた。うう、苦しい、誰か助けてくれ。ジム2か、待ってろ、今助けてやる。ゴッドガンダムは埋まっていたジム2たちを救出した。ありがとうございます。大丈夫なようだな。はい、助かりました。話は聞いた。ここで何を発掘していたんだ。これです。これは確かオーズのメダル。ネバーはセルメダルって呼んでました。大量に出たんですが、全部連中が運んでいきました。この1枚はこっそり取っておいたものです。どこへ運ばれたかわかるか。それはわかりません、行ったことがないので。あと他に逃げ延びた仲間がいます。生きていればこの先のどこかに。わかった、トーリア。グ、こいつらは貴重な労働力だ、返してもらうよ。何者だ。キャンサー、ゾディアッサ。いやー、しかしガキって怪獣は、ガキじゃなくてガギか、ガギって怪獣はタチが悪いね。
若いもんを土の中に引きずり込んじまうんだから。おまけに見えない壁間なんて門までこしらえやがって、これにはほとほと手を焼いてたんだ。ほんとお前さんたちがやっつけてくれたおかげで助かったよ。さてと、ジム2たちを返して。ん？ヒー、フー、人数が足りないようだね。まあいいや、ここにいるやつらだけでも返してもらうよ。させるか。はは、効かないね。くそ。さて、私はこいつらを連れて帰らなきゃならないからね。お前さんたちの相手はコーマ・ゾディアーツ、あとは任せたよ。あ、こいつかよ。待て、行かせるものか。あれ、カメレオン・ゾディアーツってまだいたの？カメレオン・ゾディアーツ、倒したはずだ。ふふふ、驚いた？私は髪の毛で分身が作れるのよ。そうなんすか。じゃあどうしようかな。カメレオン・ゾディアーツから先に打ったしましょうか。レオパンチ、 RX パンチ。カメレオン・ゾディアーツって何が効くんだろう。弱点とかあんのかな。フリーズ、ウーター、スラッシュ・ストライク。どうだ。普通だな。うわー、回避率が上がった。これちょっと厄介だな。当たるか。当たらない。お前と遊んでいる暇はない。はぁ、当たらない。アレックスパンチ。ちょっとこの間はカメレオンはほっときましょう。なんでコーマゾディアス、メテオ呼びましょう。メテオ、あーでもマクロアイがあるな。マクロアイを使おう。で、ウォーターストライク。よーし、マクロアイ、オッケー。で、こいつを倒しましょう。なんだかんだで厄介しただね。風が効くかな。それだけ確かめよう。ハリケーンスタッシュ、特に効かないな。よし、オッケー。カラータイマーがピコンピコンいってるよ。フレームも効かないんだよね。あ、効く。やばい。ちょっと爆熱ゴッドスラッシュ、レオパンチで、こいつは自分で自分を回復せよ。もう、そうするとフレームスラッシュストライク。いや、こっちの方がコストパフォーマンスがいいな。いてー、おー、いいねー。お、なんだ、分身を作ってきた。これで、おっと、ビーストじゃなくて回復させよう。いてー、ゴッドスラッシュ。ゴッドスラッシュめっちゃ使うな。マシンキャノンしか使えない。なんてこった。レオパンチ、あ、そうだ、今あれだ、弱いんだ。ラッシュゲージを貯めましょう。で、ヒール、あちちちち。ちなみにアシスト使うとこんな感じっすね。メテオ、OK。 あとはもうこいつ普通の雑魚的でしょ。 OK、 弱かったな。うん、なんか最近ちょっと意外にいけますね。キャンサーはさすがにもう逃げたか。
確かこの先に逃げ延びたジム2がいるって言ってたな。逃げ延びたジム2、うん、じゃあまたちょっと SP がないんで帰ります。OK。 はい、というところで、まあちょっと中ボスが2体続きましたけども、まあ難なく撃破できてる感じですね。じゃあ今回はこれで終了して、次回はまた探索を進めていきたいと思います。では終了します。